約1年半ぶりのこの持ち乗りロードバイク、久々です。実戦投入しました。やっぱり速いね。やっぱりロードバイクだ。さすがチューブラーホイール。もうすごい今めっちゃスピード出てる。時速60キロ。うわ速っ、はいや、はいやはいや、ロードド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 走ってるうちにこれが曲がってくるということは、タイヤがずれてるということは、リムセメントが足りとらへんねんな。だからもう全部使い切ってしまったから、今日はもうリムセメント買いに行きます。あなたのチューブラーホイール、リムセメント足りてますか？ビーホーシです。レトロなチャリにはこのレトロな建物が似合うな。いい天気やわ。まあ、ここからちょっとあの南の方へ行ってウェッパー本店まで行こうかと思うね。まあ、リムセメントなんてどこでも売ってる。どこでも売ってないか、海田店でも売ってると思うけど、ちょっとそれやと距離が短すぎるから。日が当たってきたら暖かくなってきたな。サイクリング日和やから、観光客の人がチャリンコ乗ってはるわ。いや、工事中じゃなかったらもっといいねけどね。ええ天気やな。あと改善ポイント一つだけあるとすればここやな。なんかスペーサー入れんとあかんねん。もしくはこれコラムをこう切らんとあかんねんけど、なんかパイプカッター見当たらへんなんですけど、どこやったんですけどね。ドフ、えらい工事してんの全部剥がそう。ロードバイクの街乗りで気をつけるべきところはマンホールやな。雨の日マンホールやばい。あとチューブラーなんでタイヤが細いから、これやばい、これやばい。グレーチングな、これ。俺前一回調べたことあるんですけど、これだいたいね、幅25ミリやね。でこれチューブラータイヤ 22.5 ミリ、ハマる。ダイワサイクルが見えてきたらそろそろウェッパーやな。あー、やっぱりさすがロードバイクだ。いつも1時間半かかるところからやっぱり1時間半が大阪市内混むからな、隅がやっぱり悪いね。着いた着いた。あ、開いたら開いた。ピアン、おや、ビアンキーが置いてあるぞ。腹減った、しかし腹減った。よいしょ。あったわ、リムセメント。なんかいかついトレックのマウンテンバイク置いてあるよ。スタッシュ、よいしょ。腹減った、ご飯食べよう。ウェーパーでリムセメント買ったんで、ここで乗り付けしようと思って、あれなの、空気抜いてタイヤ剥がしてやらんとだけど、空気入れ忘れたから付け直しが無理やんけ。しまったしまった、家帰ってやるわ。よいしょ。暑いな。ええ天気は。しかし住之江から心斎橋まで戻ってきたけど、ちょうどお昼時なんで、どうもかしくもめっちゃ混んでる。ハンバーガー食べたいんですけど。ハンバーガー、お、あれか、今話題のキッチンカーハンバーガー屋さん、なんていうの、 B3 か。食べてこ。いい焼き。そうかな。ちょっと、あら、ちょっと見ちゃおう。何だ、何してんばか、何してんばか、どういうことだ。あ、とんでもない。はい、ごめんなさい。
ゴヨーンってなった。さっきの外人のお姉ちゃんが倒してくれたから早速傷ついてるのハッピー。できた、できたみたい。はい、どうも。はい、ありがとうございます。食べやすい、ボリュームはそこまでないけど、中でやると臭いね、これ。あ、でもか。臭いやろ、多分。うん、臭っ。トルエン入ってるからな。すぐ始める。全然海苔足りてない。あ、こっち側がいついてる。うん。でもまだ足りてないな、多分。どのぐらい塗ればいいかな。塩ま一周つるってみるか。うわ、結構ついた。派手にずれとる。ちょっとわかっとるやん、気に食わん。もう一回やる。なるべく一発でやらんたかんな、これ。これもう全然、全然ノイズない。もうスカスカやんけど。それずれるっちゅうね。ビュー。ビュー。まっすぐね。まっすぐ入れといて。なんでずれんのよ。なんでこんなずれ、おい最悪。よし、よし、よっしゃ、まっすぐなった。よし、これでバッチリや。ベッドベッドになった。リムセメント貼り付け直し。